虎年でございます。新之助でございます。9年中はたくさんのご後輩を授かりまして助かりました。2022年もよろしくお願い申し上げます。昨年は私の父が亡くなりまして他界しましてですね、新年のご挨拶は差し控えさせていただきますが、改めまして虎年2022年よろしくお願い申し上げるとともにですね、新之助やっていきたいと思いますので、これ喪中の時って果たしてどこまで行っていいのかっていうのはすごく、多分明けまして系はダメなんでしょうね、あとおめでとうございます系はダメなんでしょうね、ちょっとわからないんですけれども、ただやっぱり去年の感謝とそして今年のよろしくっていうのは伝えたいので伝えておきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、そして、新しい年になって恒例のですね、書き初め、こちらも多分喪中は関係ないんじゃないかなと、どこにも載ってないんでですね、まあやっぱ気持ちの問題でございますんで、書きしたためていきたいと思いますのでよろしくお願いします。去年は2021年は絆っていう字を書いたんですね。で、絆はどうだったかっていうと、まあ終わってみたら絆はあったのかなっていう感じ。いやー、去年さ、絆がもうやばくてみたいな話をすればよかったんでしょうけど、そんな感じの去年でもなかったんですね。やっぱ去年もなんだかんだ辛い1年だったのかなっていうふうに思います。今年は2022年、いよいよパチスロ業界においては6号機完全、入れ替わりというところでございまして、新しい時代でございますんでですね、ちょっとこういう字を書きしたためて、これを1年のモットーにしながらやっていきたいと思います。はい、いきますね。ちょっとこれマイク邪魔やんで、いくぜ。これもうぶっつけ本番だからね、いくよ。筆が悪いんで、本当は1時につき、付け出しちゃダメなんですけど、絶対持たないんでつけますね。持たねえわ、絶対持たない自信ある。ないの分かるっしょ。ちょっと筆いいの買おう。ダメだ、全然。ね、ちょっとこれ一気にいくわ。本気でいくわ。ちょっと本気でいくわ。目いっぱいですから、これ。多分書き順違うけど、まあいいわ。うっ、やれ、ふっ、うー。うまいっしょ、うまいっしょ、うまいんですよ。一応これ小学生まであったら僕教えられるんで、こちら2022年は戦いに挑むと書いて挑戦、チャレンジね。弱い49にしてですね、もう50を目前に控えて、改めてちょっと戦いに挑もうじゃないかと、そういう1年にしていきたいなっていうふうに。なんですか、あ、ほんまや、やべえな、こういうとこよ。
俺もうだってこれのしんのすけチャンネルの初めての書き初めの時に字間違えてて、妹にそうツッコミ食らった。お兄ちゃん恥ずかしい言われたからね。これがねえんだ。まあ大体しんのすけってこういう感じだから、大体こういう感じなのね、こういう感じでいいと思うんだけど、でも戦いは挑んでいきたい、ね、いや誰かと戦うっていうことじゃないんですよ。誰かに戦いを挑むっていうことではなく、まあなんか最近かっこいいことよく言うけど、自分自身に戦いを挑むわけですよ、うん、そういう一年にしたいなっていうふうに思いました。そしてやっぱり筆は買おう。工房筆も選ぶとはよく言ったものじゃなくて、マジで筆でね全然違うんで、やっぱ全然違うんですよ。道具から入るタイプなんですよね、しんのすけは。これね、これいくらだった、これ200円です。200円だろ、まあまあきついぜ。まだ筆ペンの方がうまく書けるよ。という感じで2022年トレード誌頑張っていきますんで、よろしくお願いします。改めましてしんのすけチャンネル並びにしんのすけをよろしくお願いします。ありがとうございました。